平成25年11月12月場所も中日5日目を迎えています。幕の内後半戦を前に横綱キリダンサーの土俵入りです。皆さんぜひよいしょの掛け声をお願いいたします。東方より横綱キリダンサー土俵入りであります。横綱キリダンサー露払い富士の牛島立ち持ち太陽の秋田区町エンジェル行事は海坊主であります。さあでは皆さん一緒によいしょの掛け声お願いします。いきますよ、せーの、よいしょよいしょ、くらのどっこいしょがねらん、今日も勝つわよ勝つわよ。3勝1敗の横綱、今日は高尾さんとの取り組みが組まれています。皆さんタイムライン上コメントありがとうございます。ありがとうございます。後半戦、後半戦ですけれども、今日も注目の取り組み目白押しでございます。牛乳パックで紙相撲、平成25年11月12月場所、これより中日5日目幕の内後半の取り組みであります。北陸越前丸に東くん、東方北陸越前丸東前頭5枚目、福井県出身ほぼピンベア、西方東くん西前頭2枚目札幌市出身東くんベア。幕の内後半です。1勝3敗同士、両者寄っていきたい、あるいは北陸越前丸は距離を取っていきたいというところでしょうか。中日5日目幕の内後半戦に入ります。過去は3対1東くんがリードです。制限時間いっぱいとなります。両者もやっていきゃい、ぶつかりました。体を入れ替えに行くのは東くん、浴びせていってさあ距離を取ったぞ。東くんはでもこれでも相撲が取れる。北陸越前丸が下がっている。東くんの勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して東くんの勝ち。まあ東くんのうまさが出ましたかね。そうですね、真ん中にこう固定されたらもう東くん強いですね。東くんが勝って2勝3敗、敗れて北陸越前丸1勝4敗です。清水ロケットにカスカビアン、東方清水ロケット東前頭2枚目清水町出身清水町部屋、西方カスカビアン東前頭4枚目埼玉県出身ほぼピンベア。清水ロケット2勝2敗、先場所は優勝戦線に絡んであと一歩というところまで行きましたが、さすがに今場所この番付では簡単に白星はくれません。しかしここまで星は5分です。カスカビアンは1勝3敗です。両者回しを掴んで寄っていく、あるいは清水ロケットも前に出る相撲です。初顔、制限時間いっぱいです。両者もやっていきゃい、ぶつかりました。立ち合い清水ロケット早いぞ、苦しいな。カスカビアンここで振りほどきたいところ、清水ロケットが完全に相手を掴んでいる。下がるな。カスカビアン寄っていくのは清水ロケットです。足をかけたいカスカビアン、清水ロケットが前に行く。カスカビアンは苦しくなった。完全に清水ロケット回しが入った、寄っていく。こうなれば清水ロケット、清水ロケットが出る。寄り切り、清水ロケットの勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って清水ロケットの勝ち。完全に自分の形に入りました。まあ、カスカビアンもね、いろいろ抵抗してね、浴びせていこうとしたり、体ね、角度を変えたりっていうところをしたんですけども、完全に清水ロケットがもう食い込んでましたね。3連勝、清水ロケット3勝2敗、敗れてカスカビアン1勝4敗です。野田 R2D2 にエイトプリンス、東方野田 R2D2 東前頭筆頭、千葉県出身カスカベベや、西方エイトプリンス東京、西前頭筆頭東京都出身ほぼピンベア。マイゴールデンアムオープンザドア、さあ前頭筆頭同士の一番です。1勝3敗野田 R2D2、 その1勝は横綱戦でした。エイトプリンスは2勝2敗です。前に出たい野田 R2D2、 エイトプリンスは浴びせていけるか。こ
これも楽しみな一番。制限時間いっぱいです。両者見合って今日のでぶつかりました。前に行くのは野田R2D2、 突っ張っていく。エイトプリンスが浴びせていく体勢ですが距離を取っている。エイトプリンスが出る。エイトプリンスの勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出してエイトプリンスの勝ち。距離を取ったこの距離感はエイトプリンスの相撲でした。そうですね、浴びせを選択せずにこのね、あの戦い方を選択したっていうのはエイトプリンスやっぱり経験を積んできてますね。エイトプリンス3連勝3勝2敗、敗れて野田 R2D2 3連敗で1勝4敗と後がなくなっています。片谷与一山、与一山東方、与一山東前頭3枚目、与一町出身大久海部屋、この他備前焼き、備前焼き西方小結び備前焼き、岡山県出身ほぼピン部屋、左の与一山1勝3敗。備前焼きは初日から白星がありません、4連敗です。備前焼きも帰り三役で期待されたんですがここまではなかなか白星に結びつきません。なんとかこの辺りで白星が欲しいところでしょう。浴びせていけるか与一山、備前焼きは寄っていく相撲が欲しい。制限時間いっぱいです。両者見合って今日のでぶつかりました。立ち合いやや変化、右の回し入ったのは備前焼き、備前焼きが回し入って出し投げ打つ、上手投げ残す、もう一回上手出し投げ、与一山こらえる、上手出し投げ浴びせていきながら押し込む、与一山残した、押し込んでいくな与一山、今度は与一山が当てる、与一山の勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して与一山の勝ち。よく粘りました与一山。備前焼きの右手からの投げを浴びせに変えて押していったという与一山、これは技ありですね。よく残しました。備前焼きの上手出し投げ強烈でしたけれども残しきって勝ちました。与一山勝って2勝3敗、敗れて備前焼きは5連敗で負け越しです。片谷ハッピー新潟、ハッピー新潟、東方小結びハッピー新潟、新潟県出身ほぼピン部屋、この他アゴエベツ、アゴエベツ西方、アゴエベツ東前頭7枚目、エベツ市出身のっぽろ部屋、こちらも帰り小結びハッピー新潟、初日から白星がありません。対するはアゴエベツです。3勝1敗です。新潟なんとかここは白星が欲しいところ、前に出られるか。アゴエベツはアゴセ倒しがあります。過去対戦4対1ハッピー新潟が得意にしています。制限時間いっぱいです。両者見合って今日のでぶつかりました。立ち合いアゴエベツいいぞ、浴びせていく、ハッピー新潟が叩いた、ハッピー新潟の勝ち。ただいまの決まり手は叩き込み、叩き込んでハッピー新潟の勝ち。ハッピー新潟が初日です。まあ、今のは完全にねハッピー新潟引き、うまい力士ですからね、完全に見てましたね相手をね。ハッピー新潟勝って初日1勝4敗、アゴエベツ敗れて3勝2敗です。片谷千歳マン、千歳マン東方千歳マン西前頭3枚目、千歳出身千歳部屋、この他清水館、清水館西方大関清水館、清水町出身清水町部屋、バカ文字バカ文字私に開いた私に開いて、あ、こっち見たら開いたのぶとい声も聞こえたんですけどね人気出てきましたね、パッカン王子。パッカン王子そうですね、随分人気が。黄色い線やら太い線、太い線もありますけどね完全にもうみんな応援してますね。どっちかというとでも熱狂的なのはのぶとい人です。のぶとい人の方がそうですね、早かったですからね、早かったですからね食い気味に来ましたけどね。さあこの対戦ですけれども、千歳マン2勝2敗、清水館4連勝。さあ4連勝の清水館、ここまで全く危なげないというところですけれども、勝ち越しをかけてですね今日は。そうですね、千歳マンは4日目大関に勝ってますよ。そうですね、なのでまあちょっとあの新たなキャラクターみたいな部分見れましたけれども、はい、どちらかがまあ前に出て浴びせるかっていう一番になるでしょうね。
過去どうなんですかね。2対1ですね。清水館リード。はい。千歳マンも勝ったことはあります。この辺どうですかね。まあ、ただ千歳マン勢いに乗ってきているいいところでございますので、まあ、正面から受け止めずに横に回って浴びせることができれば十分千歳マンにも勝機がありますね。大関中日勝ち越しになるか新大関清水館です。制限時間いっぱい。両者見合って勢いに逃れ。ぶつかりました。ぶちかましは清水館だ。こらえてくな千歳マン横を取った。千歳マンの相撲だ。横を取っている。打ち掛けは清水館だが後ろを取った。切り倒し千歳マン中地。千歳マン2日連続大関撃破。座布団を投げないでください。座布団を投げないでください。食べさせないでください。座布団を与えないでください。ただいまの決まり手は送り倒し。送り倒して千歳マンの勝ち。清水館いっぱい。これはでもね、セオリー通りというか、もう千歳マンもよく横取りましたよこれ。いやー立ち合いこらえましたね。いやもう清水館これはもう座布団を涙で濡らして寝るんでしょうね今日は。いやいや、パッカン王子黒星です。この後千歳マンインタビューですね。来ましたね、2日連続で。あれが2日連続で千歳弁ではありませんのでどうぞ皆さん勘違いなさらないようにお願いしたいんですけれども、ぜひ皆さんタイムライン上に質問などもお寄せください。片や後楽園、後楽園東方大関後楽園、岡山県出身春日部部屋。この後日田高緑山、日田高緑山。西方日田高緑山、西前頭6枚目、岐阜県出身ほぼピン部屋。後楽園遊園地で僕と握手。来ましたよ。負けてないぞ後楽園。久しぶりに来ましたよ。来ましたね。お周り応援が多くなってきてるから、ちょっと講演会もね勢い出してきましたね。そうですね。さあで、ね、千歳マンのインタビューがこの後ありますけれども ね、まず後楽園です。4連勝、全くまあ危なげない、ここまでの相撲でありますが、す、ね、相手が日田高緑山です。ちょっと油断はできないですね。そのまま押していけばまあ勝てる相手ではありますけれども、ちょっとね油断したら一発ありますね、強烈な張り手。日田高緑山の挑戦です。さあ、準備整いましたかね。放送席、放送席、2日連続のインタビュールームです。千歳満席です。待ってましたよ。期待したら伸び待つ。期待したら伸び待つ。見事期待に応えてくれましたね。期待したら伸び待つ。今日は立ち合い清水館の頭突きにも耐えましたね。あれよくろっつ、よくろっつって言われたつ。最後は送り倒し、狙い通りでした。狙ったつ、千歳弁です。ですから千歳弁ではないっていうような声も届いてるんですけれども、千歳弁つ、弁つですか。千歳弁つ。今場所もし優勝なんてした時には何が欲しいですか。ベンツ。いや、そのままの。千歳ベンツ。そのままのでしたね。特に質問はないようです。期待したら伸びもつ。どうですか、今後の展開的には。まあ優勝はあれですけれども、優勝します。勝ち越すと優勝します。優勝しまっつ。あ、そうです。優勝しまっつ。三役もこれ見えてきますから。三役もしまっつ。期待しますよ。優勝もします。では千歳の皆さんに一言お願いします。期待したら伸びまつ、千歳ベンツ。放送席どうぞ。ですからなんかこなれた感じ嫌ですね。そうですね。なんかもう千歳ベン、ちょっと受け良かったからって言って、こなれた感じ嫌ですね。ですから千歳弁じゃないんです。千歳弁ではない。ウィボーさんも惑わされてますけど、千歳弁じゃないんですよ。千歳弁じゃないです。ああいうのはないですけどね。あのないですからね。ないですね。調子こえてね、2日連続勝ち上がってる。さあ、質問で千歳弁ではないですよねっていう強い質問も届いてましたけれども。千歳弁つ。怒られますよ。千歳にお住まいの方からの質問でしたからね。ご質問屋さんありがとうございます。勝手に千歳弁つみたいな弁つもつけちゃいましたからね。そうですよ。さあ土俵上、プールハーミットさん親方からは、あー来たよもうっていう。さあ日田高緑山の登場です。大関挑戦、押し合いになるか、あるいは
阿炎戦もあります。日田高緑山、どこまでこの大関に攻めていけるか、注目の一番です。制限時間いっぱい、両者見合って、気合いのでぶつかった、立ち合い甲羅剣早い、日田高緑山苦しいか、横を取って合わせていく、横を取った、押し込んでいく、どんな際どいスパイル、押し込んでいって出し投げ、日田高緑山見事勝ちました。日田高緑山の勝ち。ただいまの決まり手は送り出して日田高緑山の勝ち。初挑戦での白星です。ノブトンも投げないでください。千歳マンは出てこないでください。千歳弁を勝手に広げないでください。日田高緑山やりました。親方の前で見事な勝利です。これね、もう立ち合いの瞬間から横を取っていくって、横を狙うっていうのはもう見えてたんですよ、はい、ただ後楽園もね、まあ意地があるでしょうからそのまままっすぐ行ったんですけれども、それをよく見て横を取りましたね。見事です。後楽園もいっぱいです。これで優勝戦線は混沌としてきます。こんな負け方するとは思ってなかったですけれども、いや緑山見事でしたね。これは左の上手出し投げからの送り出しでした。いや本当ね、よく狙ってやってたなっていうところがすごいんですよ。いや見事でしたね。狙っててできたっていうところがね、大関挑戦でこれだけの立派な相撲をしました。そうです、偶然勝ったんじゃなくて実力で勝ってますからね。ですね。勝った日田高緑山4勝1敗、もうむしろこれ優勝戦線に食い込んだと言っていいでしょう。そうですね。敗れて後楽園4勝1敗、清水館とともに黒星です。この後日田高緑山にはインタビュールームに来ていただきましょう。片や伏子親分、伏子親分東方関脇伏子親分、札幌出身実り部屋、この後白石島、白石島西方大関白石島、岡山県出身春日部部屋。いやー全勝力士がことごとく、特に優勝最有力と言われた力士たちがことごとく黒星です。今日の中日5日目は波乱です。そしてもう一人の全勝は白石島、一人ここは守りたいところでしょう。現時点全勝平幕高畑不動明王式神残機に、そして心臓人間札幌の二人だけです。そう、インタビュールーム準備整ったようです。放送席、あ、ぜひ皆さん質問などもお待ちしますよ。放送席、大関初挑戦見事な白星、日田高緑山関です。おめでとうございます。ありがとうございます。立ち合い、まあ、解説の海坊主さんもね、狙っていたんじゃないかということでしたけれども、横を取るというのを狙ってました。ええ、緑茶を飲んでましたね。緑茶を飲んでました。緑茶を飲んでましたね。そうですか。それが何か秘訣とか。緑茶は美味しいですね。美味しいですか。緑茶は美味しいですね。飲んでくださいね。緑茶飲んでくださいね。おい飲むおい飲む。初挑戦ということで親方も見てる前でしたけれども、緊張などはなかったですか。緊張力だったなかったみたいですね緑茶飲んだら美味しいよ。今後またこれで優勝戦線にも食い込んできましたけれども、いかがですかね。食い込む臨調リキッド。今後大関戦もまたあるかもしれないんですけれども、また同じような相撲を見せてください。そうですね、緑茶飲めればできますね。ところで緑茶はどのぐらい好きなんですかね。緑茶は毎日飲みたいほど、もう緑茶と付き合ってます。どこの緑茶が好きですか。あっちの右の緑茶放送席どうぞ。右の緑茶ってなんすかねあっちの右の緑茶ってこれなんかすごい意味深な言葉を聞きましたけどこれ以上広げるのはちょっと怖いですねお部屋には何個か緑茶があって、なんか右の緑茶が良かったんですかねちょっとすごい気になる感じでしたね。そうですね、これまた放送席というかね、インタビュールーム来てもらった時に、そうですね、次また買ってほしいですね気になりますけど、気になる右の緑茶さあ土俵上、伏子親分3勝1敗、
白石島4連勝。これはもう白石島はそうですね、全勝守っておくと一気にこれから先初優勝へ向けて見えてきますからね。そうですね、重要ですね。このあたり伏子親分も大関復帰を向けて大事ですけど、いかがでしょう。そうですね、まだまだいける優勝戦線にはね、食い込める、状態ですので、まあ、白石島がこうやって前に出てくるでしょうから、伏子親分がどううまくいなすかですね、はい、さあ果たして立ち合い伏子親分が前に出る相撲があるんでしょうか。過去は3対0白石島リードです。制限時間いっぱい、両者見合って脅威の腕でぶつかりました。左の回し入った白石島の形です。左の回しが入っています。寄っていくのは白石島、白石島が寄る、白石島が寄っていく、白石島寄り切り、白石島の勝ち、全勝を守りました。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って白石島の勝ち。大関陣ただ一人全勝を守って中日勝ち越しです。完全にもう自分の相撲を取って盤石でしたね。この左腕でもう回し取って押していくっていうね、これはもうセオリー通りですね。白石島が中日勝ち越し5連勝敗れて伏子親分3勝2敗で大関復帰へ、大事なこの中盤から終盤にかけてということになりそうです。片や江戸緑エロミロリ、東方大関江戸緑、東京都出身ほぼピンベア、こなた千歳ソードマン、千歳ソードマン、西方関脇千歳ソードマン、千歳市出身千歳ベア。さあもう負けられない千歳ソードマン、1勝3敗です。相手は大関江戸みどり、こちらも2勝2敗です。まあこの2人もよく長い間争ってますからね。そうですね、飛んだり跳ねたりもこの2人ともしてますからね。この2人ではちょうど1年前平成24年の優勝が決まる一番、千歳ソードマン初優勝の時の一番はこの組み合わせでした。結び前の一番でございます。江戸みどりか千歳ソードマンか、押し合いになることは間違いないでしょうけれどもね。そうですね、押し合いですね。押し合いですよね。ソードマンはどうしましょうね今日は。いやまあやっぱり前から押していくっていうところですけども、江戸みどり前から行くとちょっと危ないんでね、逆に江戸みどりがこう蹴っ飛ばして前から行くか、まあ、横を取るかというね、どちらも押し合い、ポジションが大事ですね。どっちも押し合ってこう行けると思っても足が先に出ちゃったりということになってしまいますからね。どちらにとっても大事な中日です。千歳ソードマンは大関復帰へもう負けられません。制限時間いっぱいです。両者見合って強いのぐでぶつかった。立ち合いが江戸緑挟み込んだ。どうか千歳ソードマンこらえる。打っちゃっていくな。ソードマン打っちゃう。打っちゃっていったが切れそうだ。どうかソードマンに軍配。物言いです。最後はソードマンはもう背中がついてしまいました。ただいまの競技についてご説明いたします。行司軍配は千歳ソードマンに上がりましたが、江戸みどりの左足が先に出ており、軍配通り千歳ソードマンの勝ちといたします。千歳ソードマン、ソードマンが勝ちました。いやーこれまた攻防ですよね。この攻めて守ってのもう本当にポジション通りですよ。もう両者押し合ってどっちが先に出るかっていうところで、千歳ソードマンの方が押し勝ちましたね。ただいまの決まり手はうっちゃり、打っちゃって千歳ソードマンの勝ち。ソードマン勝って2勝3敗なんとか踏みとどまりました。江戸みどり3連敗2勝3敗でこちらはちょっと大変なことになっておりますよ。いや押す力自体はねいいんですけどね。中日5日目結びの一番です。東霧団さ霧団さ西高尾さん高尾さん。東方横綱霧ダンサー、埼玉県出身ほぼピンベア、
西方隆夫さん、西前頭四枚目、東京都出身春日部部屋、呼び出しは大輔、行事は海坊主、本日結びの一番であります。中日の結びの一番です。3勝1敗の横綱切りダンサー高尾さんは2勝2敗です。2度目の横綱挑戦、高尾さんであります。ここまで決して盤石とは言えない横綱ですが、白星は掴み取っての3勝1敗です。今日勝っておくと優勝戦線という意味でもまたまた逆転優勝 V2 へ視界良好という形にもなりそうです。ただまあ今場所の立ち合いというのは解説海坊主さん、はい、それほど良くないですし、4日目も勝ちはしましたけど浴びせきれませんでしたね。そうですね、まあ自分の力で勝ってはいるんですけれども、まあただただキリダンさんの調子いい時のキレというものが全然まだちょっと戻ってきてないかなというところがありますので、はい、まあこのまあね、あの格下の高尾さん、まあこういった相手にまあ盤石の相撲を見せることができるかどうかというところが今日の一つの課題ですね。高尾さんはなんとか前に出て中に入り込みたいですね。そうですね、いぞるということもありえるでしょうし、まあまあまあ正面から受け止めるだけじゃなくてこういなしてほしいっていうところがありますね。では先場所の相撲をご覧ください。先場所の4日目でしたね。立ち合いから浴びせていって、うん、まあ先場所はこういう浴びせ切る力がありました、キリダンサー。今日この同じような相撲ができるかというのはやや未知数ですか。そうですね、だから浴びせに行ったところでまあ引かれて、まあ自分の手の方が先につくっていうことも十分ありえますね。それだけに高尾さんにもチャンスはありますね。そうですね。さあ中日の結びの一番です。横綱切りダンサー1敗を守れるか、高尾さん初めての金星をつかみ取れるか。制限時間いっぱいであります。両者見合って強引のぐれ、ぶつかった、浴びせる体勢はキリダンサー抑え切っているのは高尾さんだが浴びせていく、キリダンサーの勝ち。ただいまの決まり手は浴びせ倒し、浴びせ倒してキリダンサーの勝ち。キリダンサーいっぱいを守りました。まあ、キリダンサーとしてはこれぐらいのね浴びせのキレっていうのは本当に持っておきたいっていうところがあるんで、まあ、今日の1日に関しては自信が持ってたんじゃないですかね。キリダンサー勝って4勝1敗です。高尾さん敗れて2勝3敗となりました。牛乳パックで紙相撲実況中継、平成25年11月12月場所ですけれども、中日を終えて、さあちょっとこれは状況が、そうですね、連勝を出してた力士たちっていうところが結構負けたり、全勝はたったの3名になりました。こちらまずご覧くださいね。減りましたね。大関白石島と高畑不動明、式神残機に、そして心臓人間札幌です。残機にはちょっと珍しいっちゃ珍しいですね。そうですね、うん、そして心臓人間札幌ですよ。いや来ましたね。今場所のダークホースはこいつだったんですねまだ早いですけどね。まだ早いですけどもでもね5日目でここにね、はい、名前が出てるってことはですよ、はい、この勢いはまあ嘘ではないと思いますねって言いつつ4日目からポロポロ負けるかもしれないですけど、まあこれから上位戦がね入ってくるかもしれないんで、そうですね、まあその辺なんとも言えないんですけれどもね。あと1敗勢今この後お出ししますので少しそのままお待ちいただければと思いますが、1敗勢もね意外に絞られておりまして、うん、まあ今日も結構ね連勝の力士も負けてますから1敗自体もね絞られてる、確かにそうかもしれないですね。はい、ご覧の状況です。いっぱい出ましたね。横綱切りダンサー、大関後楽園と清水館、
平幕は飛騨高緑山しのろの星周回道となっております。いっぱいがいっぱいそうでもないんですよ。いやそうなんですよ。だからちょっとこれ言うかどうか迷ったんですけど、言いたかったから言いましたけど、そんなにないんですよ。そうなんですよ。言いたいだけだったんですけどね。そんなにいない状況ですよ。そうですね、残念ながらね。いっぱいがいっぱいでもない。いっぱい5人、全勝3人という状況です。さあいよいよ後半戦へ向かうんですけれども、1年納めの場所どうなりますか。そんなの僕に聞きますいつもね、予想は当たらないわけですよ。ある程度までね当たるかもしれないですけれども、いやでもね、ここで心臓人間札幌だったり、まあ初参戦の力士たちっていうのがもうちょっとね優勝戦線に絡んでくると面白いかもしれないですね。はぁ、あ、いや本当ですよ。もうマッチョブラザーズもねちょっと負け始めてきてるっていうのもありますんでね。ねえ、皆さんタイムライン上ありがとうございます。たくさん書いてくださっておりましたすいません、こちらでね実はね読み込めてなかったんですよ、はい、しばらくの時間、うん、なので今拝見しております。ありがとうございます。ありがとうございます。ヤキミリマさんから、心臓人間札幌最初だけトップに立つ芸人タイプかどうか。これはでもあるかもしれないですねあるんだ、うん、最初だけ映りたいからみたいなありますね、はい、感じで、うん、あるんで、もしかしたらそれかもしれない。あと先ほどのインタビューの時ですよね、はい、ゴスマニアさんから、今までの人生で最高に緊張感のない緊張リキッド聞いたってことですそうですね、まあ、緊張リキッド自体緊張感があるものではないんですけども、さらにそれよりも緊張感がないっていう緊張リキッドだった全然緊張してないっていうあれでしたね、緑山のやつですね。そうです、ね、さあというわけで、いよいよこれは優勝戦線も何やらこれは波乱含みというな風になってまいりました、はい、中日5日目でございました、どうぞ後半戦もご期待いただければと思います。ここまで実況私山田大輔、そして解説行事叩き役は海坊主でお送りしました。後半戦へ向けて1年納めの場所はどのように展開していくのか、どうぞ引き続きご期待ください。この辺りで失礼いたします。